人間は何のために生きているのでしょうか。生きてても争い、苦しみ、煩悩でしかなく、ただただ死ぬまで現世の苦しみに肉体が振り回されているだけではないでしょうか。これは煩悩とか現世という言葉、これがありますから、アミジャその古典的な仏教の思想をある程度ご存知の方のご質問かもしれません。しかしその仏教階層釈迦の教えはどういう教えかというと、この世は苦であるが、苦の原因は自分たちの内側の煩悩であると。そして煩悩を滅することによって苦しみを滅して真に幸福になることができるという教え、これが釈迦が最初に説いた四諦八正道の四諦という教えです。ですから仏教はですね、一切皆苦なるという言葉にあるように、この現世を苦として否定するばかりというイメージがちょっと行き過ぎてるかもしれません。しかしそれはそうではなくて、その原因は内側の間違った心の働きであるから、それを煩悩と呼んでるんですが、それを乗り越えることによって真に幸福になることができるというものなんで、まあ、そんな風に考えてもらったらいいと思います。まあ、分かりやすく言えば、心の持ち方によってですね、この現世、この見え方がだいぶ変わってくるのであるということであります。ここでいう争いや苦しみや煩悩っていうのを、そのエッセンスを言うと、まあ簡単に言うと、今よりもっと、他人よりもっとと求めて、自と他の恵みといいますかね、それを比較して、他に勝って幸福になると、他に勝って幸福になる、そういうような幸福感ですね。そればかりに心がとらわれていると、結果として、そう、ここにあるような争い、そして争いに負ける時の苦しみ、それから、まあ、かつて得たもの、これを失う苦しみ、そういったものがどんどん増えていってしまうということです。特に、まあ、人生の前半はその他と競って、いろいろなものを得ようという意欲がありますが、まあ、後半になってくると、そういった意欲も、まあ、能力もなくなっていきますから、徐々に徐々に苦しみ、これが増大していくということになるわけです。で、そういったことを俯瞰して、別の幸福、他を利することによる幸福、これに目覚めようというのが、まあ、ブッダの教えということです。つまり他から奪い勝つ幸福から他を利する幸福に転換していくべきであるということです。だから奪い勝つ幸福っていうのは、健やかに生きるに必要な分、これにしておいて、他を利することによる幸福、これに転換していこうということです。で、まあ今言ったように、年とともにですね、それを進めていかないとならないと。そして現代の社会の中では、この高齢期がこう長くなっていますから、そういった他から奪い勝つ幸福というものは、だんだん得にくくなっていって、そうではない幸福に転換してより長い期間を生きるということが必要になってくるということで、まあ、この初期仏教的な生き方、他を利することによる幸福、他を利することによる幸福はますます重要になっているんではないかな、まあ、そういうふうに思います。